なあ兄ちゃん、一つ聞いていいか。例えば兄ちゃんやったら、同じ夢を追いかけた仲間が殺された時、夢と復讐どっち取る？おう、復讐ですね、間違いなく。でもそいつが復讐を望んでいないんだとしたら、夢を取ります。そいつの夢も叶えるためにね。I say dream. それが仲間ってもんじゃないですか。悪かったな、いきなり話しかけて。ほな。Not lie. I actually like Masaru. Oh, what I say. I know I'm supposed to do this.Nice Rolex. That's it. ちょっともう、いつもそこでミスるわね。確かにさ、曲の後半で一番動きが激しいとこだけどさ、振りが頭に入ってないんじゃないの？すいません。That's it. She's too stressed. 先生、もう一度お願いします。厳しいわ。うちのあの二人、性格は褒められたもんやないが、ダンスと歌の実力は本物や。振り付けを覚えるコツも、それを表現するテクニックも知っとる。それに引き換え、はるかの方はまだまだやな。せやけど、あのパクさんが夢を託した女や。なんとしてもあと1日でこの曲をマスターしてもらわんことにはな。せや、なんせもう明日にはドームの舞台に立つんやからね。 I'm guessing everything's gonna be the finale in the Japan Dome. That's what I'm guessing. ドームのコンサートが危険だと？ええ、実は一番皆さんに相談したかったのはそのことなんです。実は遥ちゃん、日本ドームでメジャーデビューコンサートを控えてるんですが、それが危険なんじゃないかと。けど確かあのコンサートは中止になったはず。それが違うんです。実は勝也が手を回して、日程が今日から明日に変更になったんです。しかも遥ちゃんだけでなく、大阪芸能所属の遥ちゃんのライバル T セットとの特別ユニットを組んで舞台に立つと。 T セットっつったら、遥かの代わりにコンサートやるっつったあのコンビが。Yeah, but they're doing it together, but... 多分今も明日披露するデビュー曲のレッスンをしているところでしょう。で、コンサートが危ないチューンはどういうことや？多分、勝也は遥かちゃんのコンサートが黒沢に狙われているというとこまで読んだ上で、わざと遥かちゃんの公演を中止にさせたんじゃないかと思いましたね。なんで黒沢は遥かを狙うんだ？もしもの時のための保険でしょう。はるかちゃんは、キリュウさんを殺し損ねた時の脅迫材料にするには、もってこいの存在ですからね。確かにあの時、黒沢は言うとったな。キリュウにはるかの心配をした方がええっちゅうようなことを。だが、ドームでのコンサートは、パクさん、そして勝也自身の夢でもあった。だから、どうにか開催日を変更することで、はるかちゃんの安全を確保し、彼女をドームのステージに立たせようとしてたんじゃないかと。なるほどな。しかしその予定も狂ってしまった。本来なら勝也は昨晩黒沢と決着をつけるつもりだったんでしょう。だが黒沢を取り逃してしまった。Wait a minute. コンサートを中止。黒沢は、黒沢は、ほら。
Never mind. It was Kuroiwa. Never mind. I thought it was the same guy. It's not. I thought it's, thingy. Because, in Judgment 1, right? The villain. Spoiler alert. Okay. Skip, like, 5 to 10 seconds. Or pause if you don't want to hear. That spoilers for Judgment 1. Yeah, the main villain was Kuroiwa. And I thought it was relatively the same, you know, thing, but he's Kurosawa, so it's definitely not the same. So yeah. 塩にも塔の勝也は意識不明の重体。 事態は悪い方向に進んでしまってます。 それでお前はどうする気なんだ? 明日のコンサート。 なんとかして黒沢たちの侵入を防ぐ。 もしくは延期、いや 中止か。まあそうなるよな。ドームでのコンサートなんてことになりゃ、それこそ万を超える人間が出入りすることになる。実際黒沢の侵入は防げたとしても、その一味全員を締め出すなんてことは不可能だからな。正直、辛い選択です。実際に俺も今日までは何としても遥ちゃんを舞台に立たせるつもりで協力してきました。ですが、 黒沢がこの街にいる今、他に選択肢がダメだ。お、桐生さん、よ、動けるのかお前。どんな事情があってもそのコンサート 中止にしないでやってくれ。桐生、お前話聞いてたのか。ああ、大体のところはな。だったら分かるだろう。今ドームでコンサートをすることがどれだけ危険なことなのか分かってる。それじゃどうして遥が今の話を知ったところで、 結局は舞台に立つ道を選ぶからだ。お前もそれを分かってて俺たちに相談しに来たんじゃないのか。おそらく遥を止めることができる人間は俺だけだろうからな。そうです。きっと遥ちゃんはどんな危険が待っていると分かっていても舞台に上がると言うでしょう。でも桐生さん、 あなたが直接諦めろと言えば、彼女はそれに従うはずだ。危険と分かっていても、あなたに彼女を舞台に立たせる勇気がありますか、桐生さん。おい、桐生、お前。俺が行ってくる。 こんなとこにおったんか。ちょっと夜風に当たりたくてな。お前迷っとんのか。まあな、答えは心の中で決まっているのに、どうしても怖いんだ。あの黒沢って男に遥のことを言われた瞬間から、そのことが頭から離れない。 あの黒沢って男は心に揺さぶりをかけるのが天才的にうまいやつや。無理もない。それだけじゃないんだ。遥や朝顔の子供たちと離れて暮らしてからの1年間、俺は本当の孤独というものを味わった。そばに女がいても、新しい仲間ができても、なぜか心は寂しかった。 どうしてなんだろうな。昔は無所で暮らした時もこんな感覚なかった。もう俺も老いちまったってことなのかな。ちゃう。
それが家族なんや。家族？17年前、お前には家族がおった。錦山、それに弓、風間の親父といった連中がな。せやから10年無所に入ろうが、遠く離れて暮らそうが、寂しいと思うことがなかったんや。自分には帰る家がある、絶対に待っとってくれる家族がおる。それだけで人間は孤独から救われるんや。俺もそうやった。25年も無所に入っとって、それでも希望を失わんかったんは、外に安子、それに真島の兄弟が待っとると信じてたからや。けど安子は死んだ。それに真島の兄弟も行方知れずや。けどな、俺は今ちっとも寂しない。なんでかわかるか？いや。二人とも自分の決めた道を進んだ末行ったから、奴らは生かされてたんやない。自分の力で生きて、自分の足で歩いて、力尽きたなら残った俺は奴らの分まで思いっきり生きるだけ、そう思えるようになったんや。自分の力で生きるか。遥かのコンサートのことはお前が決めたらええ。お前があの子に夢を叶えさせたいと思うんやったら、俺らはいくらでも協力する。たまには仲間を頼りにするっちゅうのも悪いもんやないで、義龍。What do you mean, not yet? What? I don't know what time is it? I see. There is a little substrate I can do here. So, go on, Nisa.Yeah, I forgot about that. Ah, jeez. Cafe Alps. Boy, this is the one shop I always remember. Every accuser game, that it's here. Huh? You better pay up quick. What's going on there? Please, just a little bit longer. Huh? The money's due now. Stiff us again, and we'll be taking this place off your hands as payment. Excuse me. No, not that. First I paid all.All the money I will soon. Ah, just bounce. Okay, boss. Man, what now? There's no way I can put together that much money. Oi. It's okay. I noticed you had some trouble later, earlier. Mate. Has this been bad or something? Mm. You can say that.I don't know why they're going greedy. Yeah, I realize that. Oh. That's like this. This right, it won't be long before those money lends to the cafe away.Miracle in this menu, hmm? Called Tatsuya. Moshi moshi. Hey! Exactly, that's exactly what I said. Oh no, it's me, Tatsuya. Is that you, Suzuki-san? Yes. What's going on? Something I can help you with? Hey, it's been a while, huh? How have you been doing?
Oh, that's something I wanted to ask you. I think I'll get the picture. He needs something tasty enough to get his business booming before the time runs out. I know you're busy, but do you think you can come up with anything? It's gonna be tricky, but I really wish I could help out. I'm sitting in a project where I can visit regional restaurants around the country. It's in red. Okay, I need to be a Saijima. Maybe I have to help until that's finished. There's one thing I need to do. I can't do it now. No, no, no. Yeah, 19 out of 20. No, it's Akiyama actually. Well, I'll just go back. And continue with it. Continue with the story. Oh. Fine. Jesus Christ. Alright, here we are. Tadaima. Takara, Kochiro Idiuchikara, hide in the day. Yaku no Tokita, chingao no. Andatara, Kochiro Idiuchua, Dodeska. Shida, Daya Sekini Moshinu de Gimaso. My bro. The gang is over here. Okay, Nasai. Nani at Terunda. Ah, Kore, Nihon Domino Zmendesio. Ashtano concert on Mitorizo Scottemaste. Ashtano. Dote, Kirusa, Harukachan Yakiramir not be done, Joe? Saki Konozme or Torini Totoki, Harukachan Itemosteo, Kirusan Karano Dengon Kitate. そうだったらそうと早く言ってくれればよかったのにねえ、西島さん。そうやな。じゃあ当日の入り口についてですが、もう一度おさらいするとですね。ちょっと待ってくれ。はい。この男。Who's this guy? 誰なんだ。Your best friend。Tatsuo Shinada。ああ、紹介するの忘れてました。彼が大吾さんの友人で、元プロ野球選手で、球界を追放されて、yes. おまけに、俺から3億2000万もの金を借金しようとした、名古屋の風俗ライター。シラです。よろしくお願いします。じゃあ、もし敵が、ハルカちゃんを銃か何かで狙撃するとしたら、だからハイポイント。ライアスタンドからしかありえないってことだな。アウトフィールドスタンド。はい。もしこの図面通り、ステージがホームベース上に位置するんであれば、誰にも見つからずに狙撃できるポイントは、さらに絞られます。このバックスタンドの横、この部分しかありえません。So that's such a pan dome. でそこまで断定できるに。So good thing that Shinada's there, because he knows.他にも狙撃できるとこ。But these little places. ありそうなもんやけどな。
それ以外の場所だと周囲に人がいたり角度の問題で狙撃するのが難しくなってしまう。ステージの柱や照明、それにカメラの配置を考えると、ホームベースを狙い撃ちするにはこのポイントしか考えられないんです。まるで経験があるような言いっぷりだないくら元野球選手って言ったって狙撃されたこともしたこともないんでしょ。本当にその場所に敵が来るって断定しちゃっていいのかな。 I almost did。 本当ですって、ここしかないんですって。 I almost got shot, Jesus。 現に狙撃とまではいかないですが、実際プロの世界じゃホームチームがこのポイントにスパイを用意するのは常識だったりしますから。スパイ？なんだそれ。いわゆるサイン等ってやつです。このポイントから相手キャッチャーのサインを直接望遠鏡などで盗んで、それをベンチに無線で送ったりしてます。じゃあプロのバッターってのは相手の配球を知った上で打ったりしてるってわけ？全部が全部ってわけじゃないですけど、試合を決定づけるような局面でサインを盗むってのは結構ありますね。ちょっと待った、それじゃあ君が15年前サイン投したって疑いをかけられた事件ってのも本当にサインを盗んでいたってこと？その逆なんです。本来ならサヨナラがかかったあの場面、ワイバーンズが勝ちに行くんであればバックスタンドのこの場所にスパイを配置してサインを盗み、その配球を三塁コーチャーが俺に教えてくるはずでした。だがあの時バックスタンドには誰もいなかった。じゃあ君はサインを知らなかったってこと？はい。だからあの時俺はホームランを打てたんです。サインを事前に知らされていたらきっとあのストレートを打つことはできなかったでしょうから。なるほど、皮肉なもんだね。サインを知らなかったからこそ打てたホームランか。なのに君はサイン等の権威をかけられ球界追放されちまったんだからな。Yep。 だがどうして15年前にそのことを話さなかったんだ。話せば無実が証明されそうなもんだが。ま、そうなんですけどね、できなかった。なんで？お客さんの夢を奪いたくなかったんです。誰も夢のフィールドでそんなことが行われているなんて知らない。いや、知りたくもない。彼らは俺たちのプレーを見て喜び興奮し、自分の果たせなかった夢を重ね合わせる。俺が打ったたった一本のホームラン、それを見て元気を取り戻してくれたってファンの人もいてくれたんです。夢か。このコンサートも同じです。会場に来るお客さんたちは遥ちゃんの歌いを踊る姿に夢を見る。人間ってのは Which is a fire of the game about dreams。 自分の目で夢を見ないとダメなんです。 Yep。 夢を見なきゃ自分の夢を想像することなんてできない。そうやって夢ってのは形を変えて人から人に伝わっていくもんなんだと思います。俺が沢田に夢を見たように、堂島くんが俺に夢を感じてくれたように、今度は堂島くんが命がけで守ろうとした夢を俺が引き継ぐ番です。そやな、俺も兄弟が残した夢に蹴りつけなあかんからな。ですね。ああ。Oh shit. Really now, huh? Cunt. カムロ町の夜景がこんなにもいいもんだとはな。Someone snitching around. お前が生きてることは分かってた。Who's there? 最後の最後まで。どちらか片方が生き残り俺を倒す、それが勝也との約束だったんだろう。
マジマ。マジマ。黒沢。さあ、最後の一仕事を手伝ってもらうとするか。Fuck's sake, this more. that's all I need. Fuck it now. Okay, hold on. Final chapter. Dreams fulfilled.さてと、あとは時間が来るまで各自自由行動しません。そうですね。それぞれまだやり残してることはあるでしょうし。I've made up my mind。そうやな。ああ、そうだな。この店自由に使って構わないってママから伝言です。毛布も用意してもらったんで、休みたい時にでも使ってください。そんなとこですかね。準備が済んだら降臨しよう。いいですか。分かった。Oh yeah, we might as well share what we joined us, right? Of course! You're the one talking about cash, you're the one who fucking has zero yen! Let me remind you. no, he's carrying nothing. Yes, it's me. Let me see. Oh! Each character's funds have been pulled. Yeah.明日の夕方、行動開始で。Oh my god。877,790. Okay, so my thing here is.Where is the iron box actually? So what I have done last game is, since there were, you know, different characters, we're gonna get different items. I'm gonna put everything in here.As you can see, there's a lot of things I can get. Clean these, so let's get them all. And sell them. Oh my god, okay.Alright, let me just get out. Okay, so for the remainder of the stream, I'm going to. Okay, so I'll stream about. Alright, I'll stream in about half an hour. Can I go to any city? That'd be sick though, if I can. Did you hear about that Dreamline thing? I know that's a hard pen. Check out the blue.I know that's a fucking Haruka fan. Shame to the start for a little happy call, right? That's what it's called. Yeah, you gotta fight, bitch. What's that? Watch out!Where's my level right now? 19, okay, one more. Nah. I'm gonna get another one.Fuck you, bitch! Look at you, bitch! Come on, bitch! Come on, bitch! Boom.
And there's the rest. I am gonna have to think about my choices. I don't know, I won't have any more here, so. I'll get this. That's probably the last one too, so. Bleh. Anyway. Yeah, I'm gonna sell everything in my inventory right now. I got so many plates. And I got another one, look. another iron plate. Rarest metal, so let's do this. Let's get all the money here. Let's go to Akiyama. Okay, so what we're gonna do is finish off with Kiryu first. Out my way. I've done all the taxi missions, let me just do all the sub stories. And once I do, I'll go to Saijima, do his side story, do the rest of him, then go to Akiyama, then go to Shinada. いらっしゃいませ. It is sell. That's a lot of money. 1 mil. ありがとうございます. That's the only thing that's worth a lot. Am I in the shop? Let's see. 3. Oh yeah, I remember that. 20k steel mail. It's binding. Bear fat. Oh wow. I see. And a spark. Okay, cool. ありがとうございました. Cool. Okay, so what I'll do now is because I have those little provisions, right? That they have in the store. There's an M store right here, I think. So, what we're going to do. Yeah, it's a pop up. It's the same thing. I'm gonna go take every single thing from there. No. No. Bye. Yep. That's the best thing you can do here. And I know that I won't trust Shinada to get the weapons, more or less. What the fuck? Because he's the best at it. I still hate that, that's the worst. Think that Akiyama has no money. I mean, it's all the same, so you know. Anything to do for ATM? Yeah, I'll give him. Don't know what good it does, but I'll still do it. You know? Yeah, 1 mil exactly, so. Wanna send a pack once? I know that. Bull Buster, Battle Mail. Gotcha. That's why I keep it to the end. One more and then we're gonna go again.
That's fine. Because these items are really helpful. I'd rather keep them to the end. You know what I mean? Weapon. A brick shit on